ちは。そして J-WAVE をお聞きの皆さん、はじめまして、生田絵梨花です。今日から始まりました新番組フォルクスワーゲンドライビング with you。 私生田の初めてのラジオのレギュラーになりました。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、そうなんです、初めてなんです、ラジオって。まあ私過去10年間乃木坂46というアイドルグループに所属してまして、今一人になって3年目なんですけど、まあ、グループの時はグループとしてのラジオのレギュラーはありつつも、やっぱ人数が多いのでね、人が変わっていったりとかだったのでね、なんかこうやって自分の言葉で喋る場所があるっていうのはすごく嬉しいなと思いつつ、ちょっとね硬くなっちゃってないかなとか、何喋ってんだろうなっていう風にならないかなっていう不安はありつつもね、ドライビング with you っていうことで、なんかこうドライブしながら、もう私は免許持ってないので助手席にいながら皆さんと喋ってるような、まあドライブ中じゃない方ももちろんいらっしゃるとは思うんですが、まあドライブ中なそんな気分で楽しんでいただけたらなと思ってます。で、まあ私のことあんまりよく知らないよっていう方も多いと思うので、私がやってることちょっと紹介していけたらなと思うんですけど、まあ普段はミュージカルが今までは多かったんですよ。で年に 2,3 本とかやってたんですけど、実はこの1年ちょっとぐらいはミュージカルをやらずにちょっと期間を空けてまして、で映像をいろいろやらせていただいてます。で今度放送になるものだとフジテレビの PICU だったり、関西テレビのアンメットだったり、そういったドラマに出演してますので、ぜひ興味がある方は見ていただけたら嬉しいなと。そして去年末ディズニー作品の100周年記念のウィッシュ、主人公アーシャの吹き替えと歌も担当させていただきました。ディズニーでは紅白も出させてもらって、かまいたちの濱家さんとのユニットのハマイクでビートで逃避も歌わせていただきました。紅白ってグループを卒業してもね、こんな早く出れると思っていませんでしたし、あとこう2曲で出させてもらえるってこともなかなかないので、すごい2023年になったなっていうことを振り返ってもね思いますね。だからすごくこう充実すごいしてたので、ちょっと2024年はなんかそれ以上にいろんなことができるんだろうかとか、それ以上に楽しめるかなっていうのは結構勝手にプレッシャーを感じてたりもするんですけど、ただ早速この4月にねすごい楽しみな出来事が待ち構えてるんですよ。実はですね、4月10日にミニアルバムを出させていただくことになりまして、歌手としてソロデビューさせていただくことになりました。いや嬉しいですね。そのミニアルバムのタイトルはカプリチョーソと言います。そんなカプリチョーソから新曲も発音エアしますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、ということでフォルクスワーゲンドライビング with you、 この番組は日曜日のお昼にぴったりのグッドミュージックでリスナーの皆さんの気分に寄り添えたらなと思っています。最後までよろしくお願いします。それではこの曲からスタートです。テイラースウィフトでラブストーリー。フォルクスワーゲンドライビング with you、 生田絵梨花がお届けしています。さて、まあ、番組タイトルのねドライビングですが、まあ運転のドライブっていう意味合いはもちろんあるんですけど、もう一つ音楽でこうグルーヴしてくとかノリがいいみたいな、こう推進力があるみたいな意味を結構ドライブするとかドライブしてるとかっていうことがあるので、ダブルミーニングになっています。なので音楽も楽しみながらこうドライブ気分で、そしてこう心もドライブさせていけるような、そんな番組に改めてできたらいいなと思ってます。ここでねちょっとこうドライブに関するメールが届いてます。ちょっと初回早速で皆さんありがとうございます。ラジオネームマーライオンにキスさん、生田さんはドライブに行くなら海派山派？あーどっちも行きたいですけどね。でもまあどっちかを選ばなければならないというならば海派かな。うん、海
には自分がこう煮詰まったりした時とかにやっぱ行きたいって思う場所ですね。でお仕事も基本こう車移動なので、まあその現場からお家とかに帰ってきてまだちょっとこうなんかこう発散できてない気持ちがあるなっていう時に、家着いてからもあのマネージャーさんとこうすごい喋ってるんですけども、喋ってるっていうかもう喋りを聞いてもらってるんですけど、あまりにもこれも解決しなそうだなってなると、あのマネージャーさんがたまにドライブ連れてってくれるんです。そんな遠くまでは行けないので、あのお台場とか行ってちょっとこう海眺めたりとか、そういうこともあったりして、海はなんかこう心的にも切り替わる場所だし、うん、もうちょっとこう遠出して休日ができたら海にドライブしてしたいなっていう思いもすごいありますね。はい。続いてはラジオネームゴーヤさん。いくちゃんこんにちは。こんにちは。私がおすすめするドライブスポットは山口県にある角島周辺です。角島大橋は海も青く絶景です。下関方面から角島へ向かう道はほとんど海沿いを走るので、これから夏に向けてとてもいい気持ちでドライブできます。東京から遠いとは思いますが、ぜひ一度遊びに来てみてください。うん、これさっきあのメール読んで調べてみたんですけど、すごい絶景でしたね。こうエメラルドグリーンのこう海の上に長い橋がかかってて、いやこれはぜひ行ってみたいなと思いました。うん、そういうなんか橋系で言うと、私はあの宮古島に前休みで遊びに行きまして、そこにもあの伊良部大橋とかドライブスポットがあってめちゃめちゃ絶景でしたね。宮古島の海はもうこれでもかっていうほど青くって、で空も青くって、いやーすごいリフレッシュになったなー。うん、宮古島も行きたいし、ちょっとこの角島山口県もちょっとタイミングがあったらぜひ行きたいな。情報ありがとうございます。生田絵梨花のナビゲートでお届けしているフォルクスバーゲンドライビングウィズユー、お届けしたのはスティービーワンダー Do I Do、 ジャスティン・ティンバーレイク Can't Stop the Feeling でした。来週からはドライブの目的地を決めてリスナーのあなたと一緒にドライブ気分を味わいたいなと思ってます。来週の目的地は湘南、うん、海ですね。湘南のおすすめ情報、グルメ情報などあったらぜひ番組のホームページ立ち上がってますので、そちらのメッセージフォームから送っていただけたら嬉しいです。そして再来週は房総半島、千葉ですね。こちらもいろいろ楽しいスポットありそうですね。あのどれぐらい前だったかな、5年ぐらい前に不意にあのお父さんと一緒に行きたいねっていう話に出てて、でも全然叶ってないですね。あ、今思い出した。ちょっと皆さんからの情報を聞いたら実現するかもしれないので、ぜひ教えてください。さらにその先は高尾、高尾山でおなじみですね。登山以外の楽しみもいろいろあるのかな、どうかな、ぜひメッセージで教えてください。生田絵梨花のナビゲートでお届けしているフォルクスバーゲンドライビングウィズユー、続いてのコーナーはイクメンド。日曜日におすすめの音楽や様々なものをリコメンドさせていただきます。さて第1回の本日おすすめするのはですね、ベンフォールズ5という3人組ロックバンドのフィロソフィーという楽曲です。とその3人組でピアノとベースとドラムでギターがいないっていうすごい珍しい形なんですけど、ベンフォールズさんっていうボーカルの方がピアノも弾いて作詞作曲もしてる方なんですけど、ポロシャツスニーカーでなんか椅子に座らずこう中腰で弾くみたいなスタイルで演奏してまして、なんか私はもう本当にあのちゃんと座ってこうきっちりクラシカルに弾くみたいなところがこうピアノを弾くっていうのはスタートだったので、初めて聞いた時にすごくこう衝撃を受けて、あ面白いなと思って、そこから楽曲をすごいよく聞くようになりました。でベンフォールズ5っていうんですけど、あの5人じゃなくて
3人なんですよね。これなんでなんだろうと思って、紹介するから調べなきゃと思ってリサーチしたんですけど、そのベンフォールズ3より響きがいいからということらしいですなんじゃそりゃとは思ったんですけど、5って響きがいいからなんだとは思ったんですけど、考えてみたら、私も前在籍してた乃木坂46のその46も別に46人いるわけじゃないんですよね。AKB48 さんっていうのが最初にもうできていたので、その AKB さんより人数が少なくても負けないっていう意味合いで、46にはなっているんですけど、47じゃないのかとかね、そういうのも疑問としてありつつ、きっと46の方が響きが良かったんだろうなとか、ちょっと真相の部分はちょっとわからないんですけど、そういう響きの良さで5になってるっていうところはね、親近感が勝手に湧きましたはい。でこのフィロソフィーっていう楽曲なんですけど、日本語に訳すと哲学っていう意味ですよね。この歌詞的にはここだけは絶対譲れないとか曲げられないとか、そういう自分の哲学っていうのを強く、そしてポップに歌われた楽曲になってます。ね、イントロとか感想のピアノのフレーズが美しくて心躍るような、そんな印象的なフレーズになってるので、そこはぜひ皆さんも聞いてほしいなと思います。そしてアウトロとかはね、もう本当にかき回しちゃってるので、そんなこうパンチのある演奏も楽しんでもらえるポイントなんじゃないかなと思います。それでは聞いてください。ベンフォールズ5でフィロソフィー。生田絵梨花のおすすめを紹介するイクメンド、今週はベンフォールズ5でフィロソフィーをお届けしました。さて今週のイクメンドはもう一曲あります。4月10日に発売になる私のファーストミニアルバムカプリチョーソから新曲を発オンエアさせていただきます。これカプリチョーソっていうのは気ままにとか気まぐれにっていう意味合いなんですけど、私もともと音楽ちっちゃい頃からクラシックピアノを習っていたりとか、ミュージカルとかでも歌はやらせてもらってたんですけど、その音楽に対する向き合い方っていうのがどっちかっていうとこうきっちりかっちりとか、間違えちゃいけないとか、なんか本番がある、試験があるっていう感じで音楽やってたので、自分がソロアーティストとして活動するときにはもうちょっとそれをこうほぐして、気ままに気まぐれにやりたいように自由にやれたらいいなという思いも込めてこういうタイトルにさせていただきました。7曲カバーも含め収録させてもらってるんですけど、そのうちの3曲は自分で作詞作曲した曲を入れてます。この作詞作曲ももともとやれてたわけではないんですけれども、その作ってみようって思ったきっかけはコロナ禍のステイホーム期間で、膨大に時間があるので今までこうやってなかったことを挑戦してみようっていう思いと、あとこのコロナ禍が明けたらライブでいつか自分の曲を披露したいっていうその思い、目標で作り始めるようになりました。なのでね、それからこう4年の時を経てこうやって一つの形に完成させられることができたっていうのはすごく嬉しいですし、皆さんの元に届く日、聞いてもらえる日っていうのがすごく楽しみだなって思います。それではそのカプリチョーソの中から I'm gonna beat you という楽曲を発音やしたいと思います。この I'm gonna beat you というのは日本語で言うと、もうぶっ潰してやるぞとか、ボコボコにしてやるからな、そういう意味合いになってます。実際これを作ったのは友達とゲームしてて、でその子が英語ができる子だったので、勝負してる間に I'm gonna beat you っていうフレーズを教えてくれて、それをこうなんか連発してすごく楽しかった思い出があったので、何かこのフレーズを使って曲ができないかなと思って作りました。それでは聴いてください。生田絵梨花で I'm gonna beat you。 生田絵梨花で I'm gonna beat you をお送りしました。フォルクスワーゲンドライビングウィズユー、この番組ではリスナーからのメッセージを募集しています。メールを通じて交流できたらとっても嬉しいです。おすすめの日曜日の過ごし方、おすすめのドライブスポットやグルメ情報、私生田絵梨花の質問や悩み相談も大歓迎です。
フォルクスワーゲンドライビングウィズユーの番組サイトがオープンしましたので、そちらのメッセージフォームからどしどし送ってください。さて初回なんですが、たくさんメッセージいただいてますので、ちょっと読んでみようと思います。はい、ラジオネームゆきんこさん、いくちゃん、ラジオパーソナリティ就任おめでとうございます。ありがとう。緊張しい&人見知りのいくちゃんだと思いますが、何か和らげる方法があれば教えてください。私も4月から新しい環境で絶賛緊張&人見知り中です。あ、そうですね。いや、私結構周りの人から緊張してないでしょうとか言われること多くて、まあ、仕事柄どんどんそういうふりをするっていうことに関してはだんだん上手くなってきたのかなとは思うんですけど、ゆきんこちゃんが言ってくれたように、すごい根本の部分は緊張しいだし人見知りなんですよ。そこは変わることはないんだけど、どうしてるかな。でも緊張しいも人見知りもこうネガティブなやっぱイメージが強いから、なんかそれがこうパッてこう湧いて出てきちゃった時に、自分の中にもう嫌だとか、もう逃げたいとか、無理とか思っちゃうんだけど、そういう風になるのって違う側面があったりするのかなっていう風に発想を転換させるっていうのはやるようにしてます。例えば緊張するっていうのも、だって一人で家でただなんかダラダラしてる時って緊張しないじゃない。その緊張するのはやっぱ誰か相手がいたり見てくれる人がいたりとかして、その人に例えばいいものを見せたいとか喜んでほしいとか希望的な思いがあるから、それがでもできないかもしれないとか、そういう緊張のネガティブなものが、まあ、付随はしてきちゃうけど、そこには必ずそういうなんていうんだろう、自分が大事にしたい思いとか、こう頑張りたいっていう思いとか、そういうものがあると思うので、なるべくそこを見れるように、そこの角度を見れるようにちょっと意識するっていうのはあるかもしれないですね。わかる、一緒一緒に頑張ろうだから。それではラストはもう一曲、私が作詞作曲した曲を聴いていただきたいと思います。ランドリーという楽曲なんですが、これは私が回る洗濯機を眺めながら浮かんだ鼻歌からピアノでこうコードをつけていって曲にしたという経緯になってます。ぜひ楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。生田絵梨花でランドリー。今日から始まりました新番組、フォルクスワーゲンドライビングウィズユー、いかがだったでしょうか。私はそうですね、なんかこううまく喋れたのか、まあ、まだちょっと半ば不安な気持ちのまんまいるんですけれども、ただ間違いなくすごく心地よく喋れたなというそういう楽しい感触がすごく強くあります。これからまたこう皆さんにこうメッセージもらって一緒にこう会話したりとか、もうちょっとこう自由に喋っていけるようにラジオを重ねていけたらいいなと思ってるので、ぜひ皆さんお付き合いいただけると嬉しいです。今日もね、本当に北海道だったりいろんな全国からのメッセージくださってとっても嬉しかったです。なんだかこのラジオはポッドキャストでも配信される予定みたいです。これからも日曜日のお昼に皆さんに寄り添えるような番組にしていきたいと思います。フォルクスワーゲンドライビングウィズユー、ナビゲーターは生田絵梨花でした。また来週お会いしましょう。